こちらがビフォアの状態で根元がかなり伸びている状態になります。あまりブリーチを使いたくないということでしたので、根元側だけブリーチをつけてベースをつなげて、その上にピンクバイオレットのグレージュカラーをのせました。モモンガオイル還元剤とモモンガトリートメント、それからオニヤンマトリートメントというのを使ってるんですけれども、しっとりしながらサラサラの質感というのがこのように作れます。もともとブリーチのダメージが結構あったんですが、質感がかなり上がったと思います。